昨日のことなんだけど。はい。私ちょっと言い過ぎたなって思って。え、あ、いやそんなこと、私たちもなんか感じ悪かったかもっていうか。それだけなの。あ、じゃあ、ダメだ、また後悔するかも。香坂さん、あの私も昨日はごめんなさい。なんか人の噂話とかうだうだ言ってないで黙って練習しとけって感じだよね。うん。あとね、私からも言いたいことがあるんだ。この間練習なくなった日、ドボルザーグ吹いてたの、あれ香坂さんだよね。すごく元気出た。私も頑張らなきゃって思った。だからありがとう。ご清聴ありがとうございました。